エジプト航空648便ハイジャック事件は中東の国際的テロリストによるハイジャック事件である。特殊部隊による強行突入策が裏目に出てしまい、多数の乗客が犠牲になった。1985年11月23日午後8時5分、ギリシャのアテネから エジプトの回路に向かっていたエジプト航空648便が離陸から10分後に重武装した国際テロ組織アブニガルのメンバー3人にハイジャックされ当時アブニダルを支援していたリビアに向かうよう基調に要求したハイジャックの目的は中東問題に対するエジプト政府の姿勢に抗議するためであったなおハイジャックされた機体はおよそ1ヶ月前に アキレラウロ号事件のとばっちりで、ナトー軍基地に強制着陸させられたのと同一の気であった。犯人グループは乗客からパスポートを取り上げ国籍のチェックを始めた。そしてその時に乗客に紛れていたエジプト航空の航空保安員が拳銃で犯人制圧を試み手銃撃戦となったが射殺された。犯人側も1名が死亡したとみられ、他に 乗客二人が負傷した。銃弾で旅客機外壁に穴が開いたため、急減圧が発生、巡航高度を1万フィートにしなければならなくなった。その後何とか機体を水平飛行に戻すことに成功したが、低空飛行を余儀なくされた結果、648便は燃料不足を生じた。早急に着陸の必要に迫られた648便は、 現在地点から着陸が可能な国は、マルタ以外になく、機長は、ルカ空港の航空管制官に緊急着陸の許可を要請。だが、テロ事件の経験がなかったマルタ政府は受け入れを拒否、さらに648便が着陸できないように、誘導灯の照明を消した。しかし燃料が残りわずかだったため機長は、暗闇の中での強行着陸を決行し無事に、 ルカ空港への着陸を成功させた。着陸後機体は、マルタの警備隊によって包囲された。犯人グループとの交渉のため、空港に、マルタ政府の担当者が駆けつけ交渉が始まり、負傷者2名と女性の一部13人が解放されたが、犯人グループのリビアへ向かう、燃料補給の要求、そして直ちに給油に応じなければ15分ごとに、人質を射殺すると告げたがこれを、 マルタ政府は単なる脅しと判断し、人質全員を解放しなければ、給油には応じられないと回答した。主犯格のオマル、デザックが、イスラエル人とアメリカ人の乗客を選んで、上降口に連れ出し銃撃、3人を射殺し2人を負傷させた。24日午後、エジプトから緊急出動したエジプト軍特殊部隊の第777戦闘部隊が、 C-130 輸送機でルカ空港に進出した。だが、特殊部隊は犯人側の顔や人数などほとんどの情報を持っていなかった。事件発生から25時間後にエジプトの特殊部隊が貨物室に爆薬を仕掛け、爆破しそれを合図に強行突入し、犯人との銃撃戦の末にハイジャック機を奪還した。機長が犯人の一人を殴り倒すなど、 乗員も機内から協力した。しかし、この銃撃戦で乗客57名が死亡し34人が負傷する第惨次となった。犯行グループが投げた手榴弾3発が客室で爆発し、機体にも引火して火災発生、さらに突入用煙幕で視界が悪い中での銃撃戦となったことなどから人質の犠牲が増えた。犯人グループの3人のうち2人は死亡したが、 主犯格のレザックは重傷で発見された。機体は数時間にわたって燃え続け、全損となった。レザックはマルタでの裁判で懲役25年の判決を言い渡されたが、服役7年後にして恩赦が行われ釈放された。しかし連邦捜査局は国際刑事警察機構の協力を得て、レザックがナイジェリアに向かっているとの情報を入手し、ナイジェリア政府協力の下で、 FBI はデザックの拘束に成功した。1996年7月にデザックはアメリカの裁判でハイジャックの罪で有罪となり終身刑を言い渡された。現在デザックはアメリカの刑務所にて刑に服している。ありがとうございます。